ゆうじゃくファッキンフライデー。はい、というわけで今週も始まりました、ゆうじゃくファッキンフライデー、金曜日でございます。今日はね、コミネマンに代わりまして、私ゆうじゃく代表の佐藤が配信させていただきたいなというふうに思います。はい、ゆうじゃくファッキンフライデーでは、ゆうじゃくで最近起こっていることであったりだとか、まあいろいろなね、くだらないお話というものをつらつらと語っていくコーナーというふうになっておりますので、お時間のある方はね、ぜひ聞き流していただきたいなというふうにね思います。はい、というわけで今日もバリオスを使ってね、今道を走っているわけなんですけれども、ですね、実は今私東金の方から印西の方までですね、バイクを走らせております。はい、今日1月の5日ということで、まあ実は撮ってるのはね金曜日じゃないんですけれども、一応私の休みという休みっていうのは今日1月5日までなんですよ。はい、なので、まあ、一応今日はまあほぼプライベートっていうかオフっていう感じでバイクを走らせております。ちょっとね天気が今曇り空っていうか今いまいちな状況で、だいぶね手が冷たい状況になってしまってるんですけれども、で印西のまあどこにね向かっているのかというふうに言いますと、私今ワイルドワンですね、はい、印西ビッグホップ店、まあ、千葉県の中では、まあ、柏のアルペンアウトドアーズに次いで、まあ、品揃えとかですね、そういったアウトドア用品が見れる場所になってるかなというふうにね思うんですけれども、まあ、過去に実はね一度だけピックホップの、ワイルドワンの方にはね行ったことがあります。はい、で、まあ、目的は何なのかっていうと、グリップスワニーさんのちょっとアパレルですね、これをちょっと見に行きたいなというふうに思っております。というかなんならちょっと、買っちゃおうかなというふうにね思ってたりとかもしてるんですけども、おっとだいぶ急な下り坂だ、エンジンブレーキしっかり使っていかないと。相変わらずいい音するね川崎のバリオスはね。で、まあ、グリップスワニーさんのちょっとアパレルをまあ見に行きたいなってことで、まあ、今年からねいよいよユージャックも、まあ、去年はねユージャックの T シャツを発売したんですけれども、まあ、皆さんお買い求めいただけましたでしょうか。なかなかね巨漢ユージャッカーさんから LL サイズ XL サイズ作ってくれよと、いやなんなら 3L でいいよみたいなねお話をいただいてたんですが、今のところね、L サイ XL の方でもあの L サイズのね T シャツ着ることをできるみたいなので、ちょっとおデブな方はあの L サイズでねあのラフシルエットなんで検討してみてください。実際120キロ級の、方でもね L サイズあのぴったりで着ることができているらしいです。はい、で今はその、まあ、T シャツだけのラインナップなんですけれども、まあまあ、近々ですねちょっとコロナの影響が災いしてしまってて、アパレル関係の開発が少しねあの予定よりも遅れてしまっている現状になってしまってるんですが、左だここを左に曲がりましてと、はい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 、でアパレルがね少し開発が遅れてしまっているという現状で、もっとねいろいろなそのアパレル開発っていうのをね今年はね予定しております。実はね、はい、まあ、具体的にどんなものをじゃあねあのアパレルとして投入していく予定になっているのかっていうと、まず一番最初に多分ね投入するのは T シャツの次にね投入するものっていうのが、おそらく、まあ、パンツですね。はい、今うちでオリジナルであの焚き火とかがね近くで使用しても大丈夫なような、まあ、何年製のねあの何年加工を施した生地っていうのを実はアパレル向けにも作ってまして、この間生放送ではテント向けの何年生地が、できましたっていうお話をちょろっとだけしたと思うんですけど、まあ、それとはちょっとね別の案件でですね今何年生地っていうのを作る方向で実は動いてたりしてます。はい、で一応ねもう仕様的な部分、あとは何年の部分の試験だけを残すところではあるんですけれども、生地自体のね選定は実は決まってまして、今日も実は私今履いてたりとかするんですけど、はい、このパンツですね、もうパターンはもうこれこのまんまっていう感じで出すんですが、まあ、ちょっと今見れないと思うんで、まあ、火の粉とかねそういったものが当たってもあの何年加工されてるんで、まあ、燃え広がらないっていう特徴が実はあります。はい、でこの生地っていうのを、まあ、パンツだけじゃなくて例えばその上側のアウターとかですね、はい、そういったところにもまあ使えるように撥水加工を施したりだとか、そういったことを行ってちょっといろいろとねバリエーションラインナップ展開をね、したいなっていうふうに実はね今考えているんですよ。
もしねこれができれば結構まあ基地だけが決まっちゃえばね、あとはいろいろとそのパターンを作っていくだけってところで、今現状ね国内でそのまあファイヤープルーフって言われてるような、要するにまあ焚き火の近くで来ても安心安全なまあ衣類っていうのはぶっちゃけ多分ねそんなにまだラインナップとしては少ないんですよね。はい、まあ去年一昨年ぐらいからねあのちらほらと出てきてはいるようなんですけれども、まだねこのまあ、どこのじゃあブランドが今一番そのトップを取っているのっていうところまでは正直あのまだ煮詰まってないんですよ、市場がね。だからまあこれからねそのファイヤープルーフ関係の素材に関してはどんどんあの市場競争っていうか、まあいろんなメーカーさんがねあのアパレルを普段作っていないようなねあのブランドメーカーさんとかももしかしたらそのキャンプの新しいアパレルの部門っていう形であの参入してくるんじゃないかなっていうふうに考えられる状況なんですけれども、まあそれに遅れを取らないようにね、うちもそのキャンプウェアのスタンダードっていったところの、まあ、アパレル開発っていうのを力入れていきたいなっていうふうに考えております。でアパレルって普通のそのキャンプ用品とかとやっぱりねそのジャンルというかそのあたりっていうのがやっぱねだいぶ主軸がね異なってくるんですよね。というかあのやっぱアパレルって普通のねキャンプギアと違って、まあそのまあ、トレンドであったりだとか、まあ、今の流行りっていうものがどうしてもやっぱりあるんですよ。で私お世辞にも私は正直そのお世辞にもその、まあ、トレンドとかそういったところっていうのに、まあ、敏感なわけではないので、追いかけていっちゃうと多分不良在庫の山っていうのを作っちゃうと思うんだよね。だからどちらかというとそのコスパだったりだとか、あとはその実用性、機能性っていったところですね、あのそういったところに特化したあの専用アパレルをですね、開発していきたいなっていうふうに実は考えております。はい、まあ、T シャツとかそういったものに関しては、まあ、素材いいものを使ってるんで、ぶっちゃけその有名ブランドさんと同じような、ね、水準の T シャツに仕上がってたりとか実はしてるんですけど、 あれはどちらかというとねやっぱりファングッズに近しいものになっちゃうので、あのたくさんねその物販として考えた時に、まあ、キャンプ用品として販売っていう風に考えた時にはやっぱりちょっとね訴求力に弱い商品なんですよ。じゃなくてやっぱり私がね本当にあの今後作っていきたいアパレルっていうのはちゃんとそのキャンプに最適な衣類、もうキャンプでこれ着てたらもう間違いないよねっていうような、そういうねあの商品ラインナップっていうのをあのしっかりね開発していきたいなっていうふうに、考えております。はい、それでまあ話を戻すと、グリップスワニーさんとかがねその先駆けとしてですね、そういった開発やってるみたいなので、まあ、そのあたりっていうのも、まあ、大いに参考にして、なぜじゃあ今グリップスワニーさんのその焚き火アパレルっていうのが何年のファイアプルーフ系の、アパレルっていうのが、まあ、売れているのかというところっていうのを、まあ、しっかりとあのメーカーとしても研究してですねやっていきたいなというふうに考えております。まあ、当然そのグリップスワニーさん以外の、メーカーのものとかっていうのも全てあの研究対象には入ってはくるんですけれども、まあ、ひとまず個人的に、まあ、かっこいいなっていうふうに思ったのが、まあ、グリップスワニーさんっていうあのブランドだったんで、このね限りなくその品質とかっていうところを、見させてもらって、まあ、どこまでね、クオリティを上げた商品開発できるのかどうかっていうのは、まあ、未知数ではあるんですが、実際にねちょっと運用というか作ってみたいなというふうに考えております。はい、そんなわけで、464号線入りましたね。もうここまで来るとね、印西ビッグホップまではもう間もなくっていうところなんですけど、あ、そうそう、実はね私まあ、印西ではないんですけど、印西の隣町、まあ、鎌ヶ谷って場所に実はね住んでたことがあるんですよ、過去にね。はい、でちなみにそのユージャックが創業した時っていうのは、まあ、個人事業で創業したんですけど、その時も、鎌ヶ谷で実は創業して、法人にした、まあ、要するに株式会社にしたのも実はね鎌ヶ谷でなんですよ、 実を言うとね。はい、なのでね昔鎌ヶ谷に住んでた時にはね、こちらの印西の方にもよーくね買い物に来てたりしてたんですよね。まあ、千葉ニューのジョイフルホンダとかすごくね結構ねあのホームセンターの回し物みたいな感じで、まあ、しょっちゅうねホームセンターには遊びに行ってたんで、まあ、その時から実はもうなんか始まってたのかもしれないね、いろいろとね。だからねこの辺りっていうのは結構ね、まあ、思い入れがあるというか、
ちょっとねこの辺を走ってると結構懐かしさをね感じる通りでございます。最近ねこの464の下に最近どころじゃないか3年前くらいかな、もっと前かなんか信号のない道がね通ったんだよね。これのおかげで結構その、成田方面に行く道すがらが、だいぶ楽になったっていう背景が実はあるんですけど、結構ね白バイの取り締まりなんていうのが厳しくやってたりとかするんで、その辺気をつけないと、ワンチャン余裕で捕まっちゃうねっていうか、大体いつも誰か捕まってるよねこの通りね。まあ結構千葉の道ね走るときこの道ナビ誘導されたりとかすることもあると思うんで、ワンチャン通る方はね気をつけていただきたいなというふうに思います。ビッグホップってできたの何年前ぐらいなんだろう。少なくともね私が千葉に越してきてからなんですよね最初。もうねあっちの方に観覧車が見えてきてますんで、あそこの観覧車があるところが、ビッグホップになってるんですよ。この辺だと唯一キャンプ用品が買える場所になるのかな、ホームセンターとかを除いては。はい、柏の方までねもうちょっと北上してあげればトレファクスポーツさんとか、うちのねユージャックの取り扱いがあるお店なんていうのもあったりするわけなんですけど、ワイルドワンさんとかにはねいつぐらいに入るんだろうねうちの商品がね。今のところまだワイルドワンさんの方にうちの商品が入るっていうお話はなかったかなというふうには思うんですけれども、ちょっとわかんないね。今ね結構な勢いでユージャック商品の店舗拡大始まってるんで、はい、もしかしたらもう今年中にはねいろんなところでまたね取り扱いが始まってくるっていう可能性もなきにしもあらずって思ったら到着いたしました。あれこれバイクでどうやって入るんだろう。普通に入っちゃっていいのかな。あ、意外とねこういうところにねバイクで来るの初めてなんで、危ねえ立ちこけしそうになった。一応駐車券取るのかな。一応ね、はい、取りました。でワイルドワンは左なんでこっちに行きます。車じゃないんですごく止めやすいね。ぶっちゃけねインパラとかでこういう場所来ると結構駐車場困るんだよね。めちゃくちゃでかいんで結構端っこの方に止めなきゃいけないんで、こういうねお店とかに入るためにお店の近くとかに止めることができないんですよ。なのでバイクとかマジで超便利じゃん。この辺りもバイクのいいところって感じ。よし、そしたらね、はい、到着いたしましたんで早速ワイルドワン行ってきたいなというふうに思います。なんということでしょう。在庫がありませんでした。マジで最悪だこれ。何のためにここまで来たんだよ。で結局買ってきたのってマスク、あとバイク積載用の目薬、全然関係ないもん買ってきちゃった。マジか、しょうがないんでとりあえず目薬さして帰ります。うわマジで最悪、なんで在庫がないんだよ。何のために。今でもマジで信じらんねえ。よくよく見たらネットでも在庫切れてんだよね。つまり店頭でも在庫切れってことか。早く言えよ、まったく時間無駄にしたじゃねえか。せっかくの貴重な休みが、しかももう日が暮れそうになってるんでだいぶ寒い。ちょっと失礼失礼、今日はコミネマンの日じゃないんで。いやマジで失敗しましたね本当に。いやあそこだったらワンチャン在庫あるんじゃねえっていう風に思って行ったわけなんですけれども、ものの見事に玉砕、そのものだけピンポイントでなかったよね。これ何、人気があるの、このなんだろう、薄手のダウン系の何年素材のやつって。確かにこのねやっぱキルトステッチが入ってるのね、個人的にはちょっと欲しかったんですけど、これなかったんで、もうなんかそれがなかった時点でちょっともう、今日来た意味なくなっちゃった。っていうかやっぱりね時間かけていって在庫が切れてるっていうのは正直結構答えますね。これって別にアパレルに限った話じゃないとは思うんですけども、普通のねキャンプギアとかでもやっぱり行ってね在庫がなかったとかっていうと結構困っちゃいますよね。っていうかやっぱアパレルって私あんまりそのネットで洋服とか買ったりとかはしないんですけど、やっぱりねそのサイズフィッティングとかその物の質感とかっていうのは現物を見ないとやっぱりわからないっていったところがあるんで、基本的にアパレルはネットではほぼ買うことはないんですが、
まあ相当安いものとかを除いてはね。なのでこういう時に、まあ、店頭に行った時にね、最低1着でも試着用の何かがあればいいのになっていう風にね、いつも常々思いますね。いやまあこういうことをやっぱりね経験しちゃうとね、自分でお店とかを作っちゃって、アパレルとかそういったものがね、まあ、在庫が切れてても結局ね、その後から購入するっていうパターンもやっぱりあるんで、最低限ね切れるような状況にねなっていると、個人的にはね非常にありがたかったんですけれども、まあしょうがないね、在庫がなかったもんは。というわけで今日の収穫はマスクと目薬だけでした。まあおいおいね、在庫が復活したタイミングでまた、バイクでピュッと行ってね、行ける距離感なんで、機会を見ながらねまたリベンジしようかなというふうに思います。まあワンチャンね、別にメルカリとかヤフオクとかの、まあ、古着関係とか探してもいいんだけど、あそうそう、あとビッグホップついてって言っちゃなんなんですけど、実はねビッグホップの中にセカンドアウトドアっていう、まあ、ゲオ系列 の、 まあ、セカンドストリートとかだったら全国にあるんで皆さん、知ってるかなというふうに思うんですが、セカンドアウトドアっていうね、同じゲオ系列のね、アウトドア部門のお店も実はあるんですよ。でそこのセカンドアウトドアの方に関してはユージャックの商品が実は取り扱いされておりまして、もれなくですねそのビッグホップ印材店の方にもユージャックの製品が入っております。なので今日もね、実はその、まあ、ワイルドワンでグリップスワニーを見に行くっていうのが、一つの目的ではあったんですが、実は隠れ目的としてその印材ビッグホップ店の中に入っているユージャック商品の陳列を見に行くっていうのも密かなミッションになってたっていうお話でした。はい。まあラインナップはそんなにね入っているわけではないんですが、まあ五徳とか秒速グリルとかファイヤースタンドとかね、そのあたりのラインナップっていうのが、入ってましたね。あと中古っていうか普通に、まあ、買取やってるお店なんで、お客さんがね売ったユージャックの商品っていうのもなんだかんだね実はありましたね。はい。まあ稀だとは思うんですけど、結構お値段的にもね安かったりとかしてたんで、まあ、ワンチャンね近所にセカンドアウトドアのお店がある方はね、足を運んでみるといいかもしれないですね。幸せになれるかもしれない。はい、はい、そんなわけで今日も1日無駄にしてしまったわけなんですが、第2の隠れミッションに関しては達成できているわけなんで、あながち無駄ではなかったかな。はい、そんな感じで今週のユージャックファッキンフライデーは以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その後あられる通知設定もオンにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラム、あと公式 LINE やっておりますので、こちら合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた来週の金曜日お会いいたしましょう。お相手はユージャックでした。じゃあね。